マスオどんな人やった？ものすごい社交的、上辺の会話しかしてないわ。あーどうすみたいな。挨拶して、あ、どうもどうもみたいな。マサテメでーすみたいな。俺、わかんない。俺、しばり。生放送の動画見たことないからわかんないったわ。悪いぜ。マスオにうんぴり顔って言った時顔が傷ってた。なんでだ、褒め言葉じゃねえかよ。嬉しいだろ。おめえあれだな、顔がうんぴー見てたなって。俺だったらこんな超喜ぶぞ。うえぇ、マジっすかつって。いいじゃねえかよ。悪口言ってねえじゃねえかよ。うんぴー好きそうってコンパとかで言われてたろ。褒め言葉じゃねえかよ。うんぴー側は。あのやりとりよか。なあ、押し付けてくんだよ、それで自分の感性。俺の方が年上なんだからいいだろみたいな。しょうがねえじゃねえかよ。そんなこと言ったってしょうがないじゃないか。なんかみんな言ってたよ。俺の、なんかその、俺が出る前の、剣道小林とかが出てる番組もなんか、おい早く加藤選手出せよ、こらみたいなコメントがいっぱい。だからですね、本番前そのコメントはみんな見てたんだけど、あれなんかアベマのコメントって怖いですねみたいな話して、俺も一応乗っといたわ。そうっすねつって。なんでこんなことするんですかねって。悪い。俺流されてたわ。長いものに巻かれてた。みんなを裏切っちゃった。